好きだった」「ぼさぼ口ずさみながら」8月6日のカフェコアラストリームアクステンです。はい、よいしょ、決まった？3日か、5日か、5日ですね。そうですか、一日損したような得したような、どっちなんだろうね、うん、はい、お相手はさわこと山崎さわこです。はい、詳しいこと詳しみたこです。で、私は常連の客小野徹です。よろしくお願いします。ところで8月になってくるといよいよお盆休みとかなっちゃうわけだけど、うんうん、まあ通常昔はお盆休みってね、14、15、13日の昼からか、ね、ね、うん、13日昼から14、15、うん、で2泊3日じゃないけどそんな感じで休みだったんだよね、うん、うん、でも昨今夏休みっていう表現が多くなっちゃったね、うん、ね、ちなみに事務局はどう思った？事務局はね、13、14、15休んでいればそれで終わり。その代わり、あの土日があるから16をどうするかだな、うん、16を休めば13、14、15、16、17、18なる、うんうん、でもね、あの事務局ってこの事務局、あのいろんな人が電話かかってくる、真夜中の11時でも電話かかってくるところだからね。だから電話したら5時以降はなんか常連客の声が、うん、かけたんだな。さてはかけたことあるんですよ。この11時っていうのはもしかしたらいやいやなわけなのかな。6時7時でも常連客の声が出てきましたよ。今日はあれだね、あのお客さんは常連客、急に増えた。小原事務局の人たちバカしたけど、いらっしゃい、ありがとう。ちょっと小平さんに、あの、うん、あの、お友達さん、13、14、15でいいんだよね、お休み。え、そうなの？ちょっと全然って喜ばれちゃってるよ、でも反対に。あ、違うの？お休みないと思ってたから。お休みないの？今ここで決めております、事務局会議しております。まあね、で、あの、みさちゃんは？私のところは9日、8日の午後からですね。え、8日って今週？土曜日の昼から？いや、金曜の午後からお休みです。え、金曜日の午後から？あ、早く歯医者さん行かなきゃ。金曜日の午後から15日までお休みです。あ、本当。おそらくでも金曜日は私は残業してると思いますけれどもそんな感じですね。ちょっとややこしいね。うん、早いんだな、じゃ、うん、ちょっと早め、うん、私は13から、うん、ずっと、うん、です、うんうん、どこ行くの？うん、うん、うん、お墓、お前そうですね、思うんですね。みさちゃんは？私も田舎に行ったり、お客さんも、うん、友達も遊びに来るし、僕ハイパーステーションに来てます。それは歌詞でも持ってこいってことですか？いや別にねえ、まあしかしさ、そうやって夏になるとお盆の話とかさ、うん、夏休みとかあるんだけどね、うん、一番はやはりあの7月の終わりぐらいからちょうどこのぐらいまでがもう夏祭りのものすごくフィーバーしてるじゃない、ね、たくさんありますね。ねえ、阿波踊りから、うん、あ、阿波踊りは来週、今週かな、来週、来週だね、来週だね。阿波踊り、なぜいきなり県外に飛ぶかっていうのがちょっと大分にあったかなと思って食らっちゃうんだけど、ね、またあの例のさ、お山笠もあったりとかさ、ね、夏が始まったよというところから急にもう夏祭りいっぱいじゃない、大分だってそうだったよ ね、うん、ちょっと見ると、あ、今これ実はこのホームページ、別府の今の夜景なんですね。綺麗ですね。綺麗です ね、これちょっとこう別府タワーがあって、うん、これ高崎山があって、はい、ほんのりとこう薄暗くてね、コアラのホームページからこういうふうに見えますよという話はまあ後にして、と、あら、何見るんだっけ、コアラのホームページで、祭りを祭り、ふるさと夏祭りインターネット中継といったところを見てみましょうかね、これね、はい、夏祭りインターネット中継、実は先週末は船井パッチンというのが大分であって、もう大分の中心部のお祭りですね、2、3、4かな、お祭りは8月の2日、3日、4日だったんですかね船井パッチンは2日の日だったのかな、あれもあったんだよね、あのなんだっけ、うーん、花火大会は昨日だったですね。あ、ですか、はい、でこれがその船井パッチンの時の写真集、うん、実はストリームワークスでずっと流したわけだけれども、見ました見ました、見た、1時間半どこで？ここで。あ、何それ
生放送してますからね。ということだね。こういうね、いろんな形で結構綺麗だったみたいだね。こうやって写真集、まあ、青森のねぶた祭りと似てるんだけどさ、あ、なんか向こうからもいくつか博多の山笠も来たとか言ってましたよ。あ、それは2日目かな、うん、だからフライパッチの日、そのこの前のねパレード、フライパッチの前にパレードであったっていう話でしたよ。全然忙しくなってくるね。まあいいや、とにかく楽しい、人が集まって賑わいという感じになるといったことはいいことでしょう、としましょう、そうですね。でその他はまだお祭りありましたね。どうぞ、ん、取材行ってこられた方どうぞ。ジャズジャズインですよ、木島ジャズインです、ほんのちょっとね、30分取材に行ってきたってほとんど取材のためだけに行った。今年はどこでジャズフェスティバル、昔のやってたところでね、昔2年前までやってた、なんだっけ、あれは十文字バルの丘の上かな、それは昔あったんだけど、ね、ホームページ後で探しておきましょう。でも早速だからその時の映像をちょっと見てみましょう。そうですね、はい、お願いします、はい、こういったところ、ね、十万字バルのテレビ塔があって、高速のサービスエリアのそばじゃない、下すぐ下なんですよ ね、ちょっとこの上の方から見た、あ、今と同じような写真だな、ちょっと、で、ここがね、ジャズのステージで、テントの向こう側は人がいっぱいだと、おととしはあったんですよね、おととしはね、これは、ね、もうどういうわけか知らないけど、ステージを映さずにすぐ映すのは食べるところですというね言うかな取れって言ったのは誰かな向こうの方にビールがあるしね、ハイネッキンがあってね、僕は飲まなかった、昨日一滴も酒飲まなかった、いつも飲んでるって言ってるようなもんじゃないですかまあこうやってね、今年は最後なのかよくわかんないけど、とにかく場所が最後なのかな、西田陽一君って言ってたんです、はい、どうですか、場所はまだまだこれから続くんですけれども、そうですね、まあ、今日天気はこんなぐらいなんですけど、かなりお客さん入ってくれてるんで、とっても今期待してるところなんですけれども、そうですか、今年のプログラムの苦労したところはどういったところ、ですね、いかにジャズの音を出していくかということと、あとやっぱり乗っていただきたいんで、乗るアーティストと、そこら辺をちょっとメリハリつけてやるところに一番苦労したんですね、はい、私個人的にはフレディ・ハバートとかね、それから大西純子なんかとっても素敵なんで、好きなんで楽しみしてたんですけどね、フレディ・ハバートもですね、なんか唇がちょっと傷ついて、でこの前の コンサートの時はちょっとなんか適当に吹いたということでね、急遽僕なんかアロエを持ってきましてねでアロエでオッケーということで、フレディもものすごく喜んでて、期待してます。そうですか。そんなまあ黒林もあるんですけれども、はい。なるほどね。あなたがこうやってプロデュースするようになって何回目ですか？僕は今回初めてなんもんですから、もう今はもう、ご覧の通り、くたばり寸前ですけれども、最後まで頑張りたいと思います。そうですね。はい、今年はこうやって立命館のね、いろんな人たちが来てるようですから、どうでした？立命館のビッグバンドが19名。本校からやってきましたんで、彼らもプレステージで頑張ってくれて、非常に嬉しいですね、で彼ら今盛り上がって今ステージのそばで聴いてると思うんですけれども、あとグッズも今皆さんに買っていただいて、で、まあ、収益金は今度の99年できた留学生の方々の、まあ、基金ということで、まあ、寄付していきたいなと、そんな風に思ってますんで、なるほど、ね、はい、応援していきたいと思います。でますます地域おこしに重要な木島ジャズになっていきますね、ぜひそういう風に思ってやっております、ね、彼はコロナ会員で、何年生ですか、ホテル試合行くの西田陽一君でした、2回生です、2回生というのは2年生ということ、はい、あ、そう、3回生です、あ、2回です、2回生、楽しみ、はい、うん、そう、あなたは何やる、トランペットです、トランペット、はい、あ、僕は ギターですバンマスの後でしょうかね何人で来たんですか、19人、どんな曲演奏したの、カウントベーシーの曲です、楽しいだろうな、うんうん、あれ何、別府は初めてですか皆さん、はい、あ、2回目、あ、初めてです、初めて、ここに立命館できたら、あなたたちが卒業する前にできちゃうのかな、
わかりません。ちょっとね、ちょっとあの頑張ればもう一年おれば、あ、そうね、ね、そしたら何あの本学とここ全部あの一緒になってるらしいからね、行ったり来たりできるかもしれないよ。楽しみですね。ね、うん、あなたはバンマス何人の楽団なんですか？19人です。19人。はい、なかなか自分のあの思う通りに演奏してくれます？そうですね、まあその辺はちょっと僕の管轄じゃないんで僕はどちらかというとあの雑用一般その他を全部統括してるんでなるほど、その辺は全部コンサートマスターというもう一人リーダーがいまして、もう一人いるわけね、音楽的にはね、そちらの方が音楽的なことを全部やってますんで、うん、じゃああなたは影の本当に黒役なんだ。黒役というか、いやただ雑用が好きでやってるというかです、ね、これは売れた？いや、ちょこちょこ売れてはいるみたいですけど、はい、どのグッズが一番売れてる？あの足型です。足型が売れてる、はい、うん、これはり大学でもよく使ってるの？っていうかあのうち の大学のアメリカンフットボール部のパンサーズの応援グッズなんですよ。だからパンサーズの応援行くときはみんなあれを持って応援に行くっていう。なるほどね、はい、うんうんうん、京都と京都ですかね、とはい京都です。滋賀と、はい、それから大分別府、はい、さあどこが一番かっこよくなるだろうか？そうですね、僕は京都のキャンパスで勉強してるんで京都にかっこよくなってほしいですけど、はい、あえて別府と言っておきます。おー、いいぞいいぞ、さすがやマネージャーやなバンマスか、そうやってね、応援し合ってお互い同士が競争し合っていい大学になるといいですね。そうですね、うんうん、大分人として歓迎します。 ありがとうございます。インターネット見ててね、コアラっていうのがあるから見ててね、はい、はい、よろしく、はい、よろしくお願いします。さりげないコマーション、うん、バッチリでしょ。だいたいサラクさんが自分でインタビューするはずだったの、それしないで僕のやつ。なんか最初の約束ないですよ。まあたまには若い方のインタビューもいいんじゃないですか。ああ、それいいですよ。ね、でも女の子ばっかりインタビューするんだよ。今出てるのが伊藤紀美子さんでしたかね。最近ね、女流ピアニストが多くなっちゃってるでしょ。かっこよかった。大西純子さん、それからね、例のあの、僕は有名な人は。弟子ですか。それはそうだけど、ジャズピアニストではね。あ、ジャズ。秋吉敏子さん、ね、はい。それからこの伊藤さん、さ最近女流、うん、ピアニストっていうのかな。じゃんじゃんじゃんいい人たちが出てきてるんで、とてもいいですね。みんな気持ちよさそうだった。ね、朝なんてものと思ってる。ギンギンテリ、うん、ではなかった。ではないですね。うん、思ってる。私としましては2年前のハーレムテントを思い出すような気持ちでございますね。柔らかい女性ばかしていた。美人です ね, ねこの方、うん、しっかりね、顔取ったか顔取ったかって言うんですよ。でもパワフルな腕をしてるんでしょう。そうやね、きっと、うん、テント村のようにテントがたくさん、ゆっくり音楽を聴きながらお休みの方々もいらっしゃいます。よく寝てる。あのね、ステージの周りはやっぱりいっぱいなんだけど、ちょっと後ろに行くとテントがいっぱい。で、これも局長の、あ、ここだー、ナイスバディのお姉さんでーす。湿度高いですね。ねえ、みんな頑張らなくちゃ。さ、じゃあビール買いに行こうっと。このにやけた顔見てくださいよ、本当に。あ、ウケてるウケてる。いや、ちょっと、美穂ちゃん受けすぎ。ちょっと、竹本さんはこっそりコーヒーで顔を隠してますね。いや、咳込んで真っ赤になってる。あの時さ、僕の隣にね、もう一人いたんだよね、小荒川がね。松尾さんがいたんですよ。松尾さん、あ、そうかな、もう一人いたんじゃなかったっけ。松尾さんがいたんです。山陽コーヒーの、うん、あれもうちょっと前に。とにかく、まあ、周りが小荒川の男ばっかりだと思うんだからさ、ついそうやって話しちゃって、でも撮るのはサラクさんだから、サラクさんならいいね。女性だから変に思われないからさ、前に行って撮ってきてよ撮ってきてよって言うんだよ。でね、最後にね、局長これでも声入ってますよって言ったら、うん、これはね、宮崎くんのために撮ってあげるんだよとか、いろいろ言い訳をつけるんだよ。だから宮崎くんはさ、さっきさ、あのこれ編集するときにね、ずっとあの画面で止めたままが分けてみてたよ。そうだ、音が鳴ってる。一昨年ご一緒した時もね、向こうにすごいスタイルのいい女の子が撮ってて、ね、うん、見えた見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 せちゃう見たってすごく言ってたような気がする。確かね、クイックテイクであの時撮ってたの、ね、すごい撮ってた、ね、女性ばっかりだったね。やっぱ女性って素敵ですね。お二人も素敵ですね。やっぱあいたの外での暑いジャズフェスティバルはやっぱりあの女性のあの薄着のところはやっぱり狙い目ですか。男はね、どうやったってかっこよくならない。そうか、
かな、かっこよかったけどな。あ、そう、失礼しました。ねというふうにね、まあ、あの聞いてよし、見てよし見てよし、はい、というような形で楽しめるといいですね。そうですね、ね、うん、今年のジャズフェスの分もまたホームページになるんですか。あとね、まあ、今からの話になるけどね、とにかくホームページ少し案内したんですね。で、何人かイベントコアラでも、案内出しましたから、コアラ割引ということでね、応募があったので少し金が売れたかな。すごい行ったらやっぱりすぐね、ハトロさんありがとうございますってインターネット流してくださってっていうふうにすぐ言われてたから、とにかくジャズ の、 あの主催者側はね、ほとんどやはりコアラ会員が多いんですよ。みんなやはり新しいことをやろうとする人たちはコアラにも興味を持つ、当然ジャズは一生懸命地域おこしとしてやっていくというね、前向き人間が多いんです。はい、でも、ね、一番私笑ったのはね、第一声あの入り口入ってってパッと会場見た瞬間、今年もハーレムテントすればよかったってまず言ったんだよもう、でも行くとは思わなかったの今年はね、僕は。キジマジャズインコールハーレムテントイコールオノトールですね、もうはい、じゃあ、まあ、話は変わって、はい、実はそういった結果を見てね、翌日、つまり今日ですけれども、その立命館大学がね、大分に来ていただけるということで、木島ジャズインの主催者側との歓迎レセプション、立命館大学来てほしいよという歓迎レセプションが今日、別府で行われたのね。それに行ってきて、そこに来ておられた、市長、井上市長、別府市長さんね、はい、それと磯野照夫さんという評論家なんだけど、お二人にインタビューしました、はい、まず井上市長さんに聞いてみました。どうぞ。で、若い人たちが大変活気づいてますけども、今回のことも大変影響あると思うんですが、どうでしょうか。はい、もう若い人が本当に立ち上がってくれました。で、ご婦人もお年寄りも一体化しましてですね、で、昨日のお客様を見ますと、やっぱり市民の方も随分行ってました。そしてもう本当にミュージシャンと観客が一体化しましてね、素晴らしいその光景のもとでね、皆がもうノリに取ってたと、大変ありがたいことです。入婚もできたしですね、いろんな形で別府が変わり始めてると思います。そうですね、平松知事さんのおかげでね、ビーコンもできましたでしょ。また高速度も開通しましたね。合わせて今度立命館大学の誘致決定でしょ。この3つで別府全体が変わるんですね。イメージが今までの遊びの街だけじゃなくて、学術も芸術も音楽もでスポーツも全部入る、こういう街づくりになりましたからね。その文化が芸術の一環としてこのジャズがあるわけですね。また10月にはマルタ・アルゲンチさん のピアノコンサート、世界一の方ですから、いろんな意味でですね、別府は燃えてきました。これも全て皆様のおかげでございますので、心から感謝申し上げますともに、どうぞ別府にどんどんいらしていただきたいと、このように思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。すごい喜ばれてますね。そうね、うん、やっぱとっても嬉しいと思いますよ。3つの要素って言ったでしょ、高速道路にビーコンに、それから今回の実名感じた平台、確かに別府が変わり始めるね。別府が変わればね、大分県の中で一番位置的に おへそみたいなところでしょ、しかも従来型は単一観光産業でさ、どちらかというともう一泊宿泊宴会型という、ね、もう全然どうしようもない観光地だったのが、これ生まれ変わってくればね、産業も新しくなれば、しかも文化が確かになれば、大分も変わってくる、大分県全体が変わると、もう期待感とっても僕たち大きいんですよ。書いてあるって言いましたね。井上市長は今年初めてですかね、ジャズフェス。そうだね。そうですね。うん、ということで、まあ彼の話も聞けたし、というで今回また十数年ぶりにね、磯野照夫さんというジャズ評論家が司会をしたんですね。はいはい、従来までは例えばよくコアラにも縁があるコアラメンバーの、クラブ窓の深瀬さんあたりに、ね、司会してもらったんだけど、今回は新しく磯野照夫さんに久しぶりに復帰してもらったと。その磯野照夫さんのインタビューしましたか、ちょっと聞いてもらいましょう。久しぶりで木島ジャズインに戻ってこれて大変嬉しく思います。ということは木島ジャズインが若い実行委員会の手によって、ジャズ祭りの本来の姿に戻ってきたという印象が非常に強いんです。中でも本物のジャズをちゃんと中核に置いといて、その周りをジャズから派生した非常に若者にアピールする音楽で固めてね、ジャズ祭りらしい盛り上がった雰囲気になって、しかもまあ懐かしい、
雰囲気がね最後まで良かったというのに参加できてとても嬉しかったです。もう12、3年ぶりだもんですから、実は心配してたんですよ私のね磯野輝夫のルーツもね元をたどると福沢先生と一緒に私の祖先が大分から来たわけですからね、まあ、アメリカで言えば我々のルーツがアフリカにあるっていうぐらい大分はご縁の深いところですし、昨日もステージの上から申し上げたんだけど、アメリカンドリームを果たされた秋吉敏子さんがね別府のキャバレーでね単語バンドでピアノクラシックの譜面しか弾けない人が初めてビッグバンドジャズ劉山田楽団を聴くというね、まあ、日本の戦後の文化史の中でも非常に特筆すべき場所ですからね、そこにこういう秀樹さんみたいなね若い有能な人がアメリカから帰ってきて実行委員会をね一新されて、それで磯野輝夫に覚えてくださったっていうことはもう本当に嬉しいですね。はい、ということなのね、本当に今回はねジャッキー・マックリーンとかね、フレディ・ハバート、大西純子、ここら辺が本当に中核的に、まあ、アメリカの本当の本流のジャズ面なんですよ、うん、でそこがあるからね確かにみんな行きたいなって気になってくると思うんですよ、うん、昔はそういったもので組み立てられたんだけどね、やはり本物が復権したというような感じを僕もちょっとイメージとして持ちましたね。ちょっと今回自分自身のスケジュールの調整ミスってしまって、ホームページ見せて、ホームページ本当だったらハーレムのはずだったんだけど2年前はこういう風にしてみんな楽しんだのだ、ねこれミサちゃんでしょ、はい、でこれトムライさんだね、うん、髪の毛に短かったんだ ね、うん、でこれ私何か知らないけどコアラメンバーはほとんど女性ばっかし行っちゃって、違うこの写真は女性ばっかりのところを撮ったんでしょわざわざ男は 2,3 人しかいなかったんだ、ミュウさんがね、うん、お友達なんかたくさん連れてきたからね、うん、しかも美人さんたくさんだよね、うん、うん、ね、ということでなんかその人たちからさじろ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 に眺めてるね、美しかったね、いや綺麗ところが揃ってたから、そうそういいですね、あの時は幸せ感いっぱいだったなと、うん、いうことでございました、はい、まあ、こうやってジャズも楽しかったしこれもお祭りの一つ、うん、ね、夏祭りはまあこういうふうに前半は とても賑やかなものが多くて、うん、後半になるとさ盆踊りとかさ、そうです ねいろんな形であるからちょっと情緒のある、そう、また後半のお祭り特集も一度やって考えてみましょうか。キツネのあたり見に行きますか。ああ、それもいいかもしれないね。姫島とか、うん、マッチロ系の可愛いね、意外とマッチロ系で出ますか。その週、頑張ろうか。グレーになったりして私。ということで、じゃあ30秒間のお休みタイムです。はい。急遽ここに入っておりますが、これがさっきの立命館のね、なんとかグッズか。いらないもの持たせちゃダメ。にも実は急遽ここに、はい、しまったら一緒に並んでなかったな。えらい細く見えるな、君が。まずいな。なんだよ。そう、事実。名前は吉本君です。どこにお勤めでしょうか。デジタル工房ハートで。ニューコーラの方の、サーバーの管理とかやってます。皆さんということなんですね、彼がいないとねシステム止まった時にね僕慌てるんです。最近いつ慌てられました。彼が新婚旅行の時つい最近結婚されたんですよね。帰ってきたばっかりなんですよね、まだほやほやなんですよね。うん、暑いですね。あ、これもお祭りの暑さの一つ。祭りですか。ここも新婚旅行どこ行ったの。サイパンの。もっと暑いですね。暑かったね。半球なら良かったんですけど。あ、そうか。そうかそうか、ね、うんうん。もうちょいだったね。ちょっと遠すぎたね、南半球。近場ですね。まあいいや。で、何？今の一番のあなたの苦労事は何？そうですね、もう暑すぎて冷房効かないとか。
お仕事行きましょうか、うちの会社。冷やしに行きましょうか。冷房などを扱ってる会社ですからね。沢子さんのとこは。あの吉本さん。例えばサーバールームの。はい。はい。エアコンも。はい。しました。サーバールームね、なかなか冷えなくてね。困ったね。今もバッチリ。あの意外と、こう、見て、顔知ってる方って多いんじゃないかなと私は思うんですが、あのサーバールームの横にいる姿なんぞは、うん、あ、ここに見学見た人だね。それとあの、ハッカーの時にこれさ、ちょっと待って、あれホームページから見せたんだけどさ、ちょっとホームページ見て、これさ、寂しいホームページ、サンフランシスコに行きました。あら、これは実はこれあれだよな、去年かな、今年かな、今年の2月頃、2月ぐらいだよな、実はあの僕にね、サンマイクロシステムズ社から招待状が来たんです。向こうの方であの、夕食会兼、勉強会があります、来られませんか、いいですね、代わりに行ったの、いいですね。ちなみにあのサンマイクロシステム社のホームページからリンク貼られてるんですよ私。なんでなんで来ませんか、でも言いなさいよ、サンフランシスコ呼ばれません呼ばれませんサンフランシスコいいですね、いいですね。いやでもほとんど街中を歩く暇も何にもなくて、それは仕事しに行ったんでしょ、そうです食べに行ったんじゃないですか、でも食べに行く、そうそう、やうん、ところさ、本当のパーティーだからさ、ゆっくりあのできないんだわ、周りが英語ばっかして、かわいそう、でもまあマイネームイズマイネームイズって名刺配りあるって、で、あのおそらくあのトールさんは、うん、君の名前よりコアラを売りなさいって言われたに違いないでしょ、かわいそう、うん、でもあれだろ、君 U ターンして帰ってきてからさ、ここに来てからさ、あ、サンフランシスコにも行くわ、サイパンにも行くわ、ね、今まで行ったことないのに今年になって急にそろそろじゃあサイパンの写真も、そうですよね、入るじゃないですか、この写真を、まあ、横に女性が入る、ちょっと加工してサンフランシスコに行ってきましたって彼女の写真もポコッと入れて新婚旅行先はサンフランシスコにしちゃえば面白いかも、その方がもうどれくらいになるんですかね、こちらに戻られて、戻ってちょうど2年かな、何かいつぞとなく何か変わるたびに名前が出てきますよね、システムが変わるたびに吉本くんが、吉本くんが呪文のように唱えられてませんか吉本くんが結婚しましたっていうのは出ませんでしたかね、電撃結婚だもんな、そうですね、大分で捕まえたんですか、なんという悪い言い方をしたんでしょう2年間の間に同じ会社でおやおやおややっぱり場所分かったね、就職先よかったね運命の就職先ですね離れられませんね局長とちなみに仲人はこちらとか言わないでくださいよ、仲人さんはちょっと親戚のあ、あれだよ、なんかその環境も良くてからさ、圧倒的にあれだろ、大分に帰ってこなかっただろ、そうですね考え込んでる夜でも叩き起こされてサーバー管理、まあ、夜はないね、あ、それはないんですか、割合ないんだよ、たまたま叩き起こそうとした時いなくて、笠井君の方叩き起こしたあ、かわいそうかわいそ う, うでも今のコアラ、この新婚ほやほやの吉本さんの手で動いてるわけですね、ね、まあとにかく新しい技術が追加に出てくるからね、いくらやっても追いつかないんだわ、だからまあ吉本君に限らずそういった人たちをね、じゃんじゃんじゃん自分で自分自身を変えていくことをね、自由にやっていいという環境やってるから、ものすごく自由度が大きいよね、ここは。さあちゃんも何か、なんかでも答えが、声がちっちゃい肯定さあんまりされると思ってないいやなんか本当なのかな僕だって自由、僕が一番自由がないんじゃない、そうですよね、ね、ほらね忙しいから、僕が一番自由、それはまだ上司だもん上司かな、どういうふうに上司として認めてくれるかちょっと教えてほしいまあ、ということで、はい、今年も、あ、今週も暑かったと、来週はどうなるかな、来週はミサちゃんちょっとお休みください、はい、夏休みね、じゃあ、サークさんなんか他の方考えてちょっと盛り上がるように考えましょう、そうですね、はい、
踊りなどやりますか。顔真っ白に塗って、真っ白に姫島の姫爪踊りを、それほら、次の週に撮っとかな。ということで、さよならね、皆さんね、また、はい、また来週、さよなら、さよなら。